皆さん、こんばんは。欢迎各位远道而来。皆さん、ようこそ、円馬春丸の無茶に来ていただきました。这里是仁爱乡。ここは、仁愛郷と言います。这里是庐山温泉。ここは、庐山温泉と言います。以前、这里有我们日本警察盖的景光山庄。昔日本時代に、日本が警察の住んでいると、住まいを作っていました。当時の日本人名前をつけてくれました。日本人说庐山温泉的温泉是天下第一泉。庐山温泉ですね。はい。日本人说这里是我天下第一泉。ここが、天下の一番の温泉だと言ってくれました。这里也是我的家乡，我就住这里。私はここの地元の人間です。欢迎各位到庐山温泉，谢谢。本当に皆さん庐山までよく来てくださいました。どうもありがとうございました。また明日ですね、式典でご挨拶をいただきますので、今日はこれで退席をされますが、盛大な拍手でちょっとお願いします。皆さん長旅本当にお疲れ様でございました。特に早朝から日本を立ってこられた方は大変な思いをされたのかなと想像しております。台中から途中までプーリというあたりまではまあ良かったと思いますけども、そこからいよいよこの山岳地帯に入ってですね、急カーブの山をずっと登ってきましたから、さぞかち今お疲れだと思いますが、丘を拝見しますと皆さんお元気なようで何よりだと思います。今日はですね、お疲れなので先にもうお腹も空いてらっしゃるんでしょうね。お昼に、食事したっきりでしょうから、食事を始めて、それで、講師の先生、後でご紹介しますが、この武者事件に関しましてね、一番日本の権者、春山明哲先生、皆さんご覧になったかどうか、セデックバレーという武者事件を題材にした、4時間30分の映画ですか。それがありました。で今公開されては可能という映画ですね。いずれも春山先生が監修をされていらっしゃいます。台湾の研究者としては第一人者、後ほどゆっくりお話を伺いたいと思いますが、まずご紹介だけして、食事をさせていただきますので、お願いします。それからカウトさん、中央大学の仲間は皆さんご存知だと思いますが、カウタ龍翔さん、こんにちは。あるいは初めての方もいらっしゃると思いますが、もう30冊ぐらいですね、本を出されております。で特に今ですね、書店に行きますと平積みになっている本が2冊あります。一つは吉田長所を読み解く、例の福島原発の吉田所長にですね単独インタビュー、その長時間単独インタビューをしたのは彼だけなんですね。それで、ね、いろいろ朝日新聞が差し障りのある方がいらっしゃったら失礼しますが、ちょっと間違った報道をしたりなんかしたのを厳しく彼が追及してですね、朝日新聞と戦っている男です。こういう人が道北の海峡といいましてね、台湾の最南端のところからずっとまあ海がこう広がってフィリピンの方につながるんですが、あそこをですね、馬新海峡と言っておりますけども、そこでまあ戦時中に、まあ、10万とも20万とも言われてはっきり分かんないんですが、日本の兵隊さんが撃沈をされて、沈んでるんですね。何体かの遺体が、まあ、漂着する格好で台湾について
それをですね、台湾の人が丁重に伴ってくれましたね。それで長寿というお寺を作ってるんですね。でその辺のことも、ね、匿名に取材をして、彼はノンフィクション作家ですから、現地取材もいろんな関係者にも会ってですね、取材をして、道国の開業というものを書き上げて、今書店に並んでおります。後ほどまたお話をいただきますが、お腹も空いていることでしょうから、先に早速じゃあ食事を始めたいと思います。適当な時にですね、